1>, 1人でプレイしてるよりさお互いさキラー強かったのと思うんだよ。あんな強いキラー連続で来ないじゃん、普通。だって俺とリゼルで2人やっててで残りの2人が普通に上手いのに全滅させられたりしたんだぜ。化け物しかいなかった。 で、多分、俺が、あの、今回の企画を通して、なんかあの、見えたレートがあって、やっ僕,僕の憶測っすよ。僕がみ、み、僕の中で、あ、なんか見えたなっていうレートがあって、で、多分、ま、前も話したことあるんだけど、いや、と、確信に変わったんだけど、あの、多分僕たちがいるレートって、まあ、要は配信者で、 一定以上上手い人がいるレートって、多分一番上ではないんですよね。多分一番上ではない。だって、ノラでやってたら脱出率に限界はあるから。<laughs> すごい限界はある。えっとね、まあ、大体行って6割かな。まあ、5割から6割の間だと思うんですよ。全体、全体で見たら。まあ、そのなんか調子良くて脱出しまくて試合もあるし、脱出できない試合もあって、みたいな繰り返して、六、まあ、割、行って6割強ぐらいかな。 うん。でもさ、やっぱパーティーとかさ、上手い人たちで組んでやったらさ、勝ち続けるわけじゃん、ずっと。脱出し脱出、脱出、脱出、脱出って。で、そのパーティーたちが、パーティーたちでしか到達できない、多分、レートがあるんだよ、きっと。で、そこので頂点で待ってるキラーたちは、もう化け物しかいないわけよ。で、常日頃からパーティーを相手に、 戦ってるような化け物しかいないの。そこに足踏み入れちゃったんだって思った。昨日。<laughs> いや、てかさ、あの鬼強かったね。グラウニングスターズの鬼マジで強かったんだね。この試合。この試合の鬼。こっちにさえ来なければ。この試合の鬼マジで強くなかった。 これ覚えてるみんなこれ見てたこの試合。その時の方にマジで強かったよね。だってさ、一回さ、発電機さ見て、通電前に、これ三人生存の、見てこれ、これ。1釣り、1釣り、0釣りだよ。で、俺、リゼルだよ。俺、リゼルで、まあ、もう一人7人も上手だったけど、いて、ここ9割まで行ってんだよ、これ、見ててこれ。<laughs> これ 9割まで行って、ここから、ね、あの、なんかよくわかんない判定で壊滅させられて、で、ここからね、リゼルさんが、あの、紙プレイで、紙プレイで起こしてくれたわけですよ。いや、このリゼルさんの判断上手かったね、これね。これ。改めて見るけど、さ、窓越えてさ、多分だけど、あの、 距離、キラーとの距離見て、キラーとの距離見てさ、あ、これ間に合わないなって思ったから、一回この人を肉壁にして、で攻撃当てさせてで、これ攻撃モーションで、俺起こしに来たよね。で、これなかったら、多分俺デッドアウト履けてないんだよね。うん、これリゼルさん判断素晴らしかったな。で、ここでさ、これ逆にまた壊滅してさ、俺一人引いたってさ、 でこ,っからさここからおこし行った秋夫伊勢屋さんのスポーは神だったこれでおこし行ってで立て直せた立て直したと思ったらこ,こ,でこれで全滅だからねこの鬼やばかったマジでマジでこの試合ヤバかったあー鬼この鬼めちゃくちゃうまいなと思った